見れば見るほどです。はい。まあ、なんと言いましても昨日から台風の話題が多いですね。はい。なんかこの頃天変地異、ねえ、当たり前のように100ミリクラスの雨が降ったりと、はい、ねえ、そんなことがございます。クリトリスケベイスさんからもいただいております。大沢さんからも、ガッツ一物さんからもいただきました。この寒さに、あ、パイパンマンさんからもいただいておりますね。それから主婦山主婦子さんからもいただきました。ぶどうやピンリンさん、いろいろいただいております。ガマゴジンさんからもいただいておりますが、坪井さん、日本って自然災害が多すぎると思いませんか。しかも大きい自然災害が本当、はいはい、多いですね。台風、地震、津波、落雷、竜巻、ね、豪雨、うん、逆に雨なしの干ばつ、モーションによる熱中症、大雪、火山灰、火山噴火の、ね、火砕流、ははね、うん、まだ抜けてるものがあるかも分かりませんけれども、こんなに自然災害の多い国も珍しくないですかというね、うん、まあ、他の国ニュースもつぶさに見てませんけれども、確かに多いなあという気がします、はい、こきても多数さんからもいただいておりますが、台風18号は昨年の、9月30日に愛知県東部に上陸した台風17号と同じコース、そんな状況だったですねと、港の知恵さんからもいただいておりますが、台風18号、これ結局は東海地方を直撃して日本列島を縦断しました。そして大きな爪痕を残して3人の方が死亡、これは数字が4人になりましたか。ちょっと増えちゃいましたですね。残念ですね、6人が行方不明と、まあ、数字はちょっとね、はい、前後して変わりますが、まあ、ちょっとそのまま読ませていただきますが、うん、福井、滋賀、京都に初の特別警報が発令で、この間うちからこの特別警報とかですね、経験したことのないなんとかとか、そうです、あの特別警報って50年に一度だったっけ、うん、そのぐらい の, あ, の、ね、あんまりない規模のっていうのをこう上乗せして、うん、今回新しく作られた警報なんですけれども、あのできた途端に、ねうんうん、発表されちゃってですね、福井、滋賀、京都、はい、特別警報、ね、これ雨量が本当想像もできないほどで降り、それほど降り続け、京都嵐山渡月橋写真を見ますとものすごいことですねというね、ボツオさんからもいただいております。津市で41歳と10歳の母子が行方不明、怪我人は9人も出ました。伊勢市二見町の夫婦岩の大しめ縄5本すべてが切れました。5日に張り替えたばかりで5本が切れたのは昨年10月の台風以来なんですと、ね、直径約10センチ、1本の長さ35メートル、重さ約40キロ、17日に張り替えるそうです。こないだ変えたばっかりや、うん、ねえね、大変な作業ですけどもね。A69 助さんも、夫婦岩の大しめ縄が切れたそうです、ということですね。それからこちら、田中信さんからもいただいております。まあ、先ほどの USJ に行くといった。はい。お母さんと、ね、はい、お子さんがちょっと行方不明になってますね。ねえ、これ、午前4時頃、16日の午前4時頃、大阪のユニバーサルスタジオジャパンに向けて自宅を出発したという、到着時には台風が通過した後だと見越した判断で名阪国道に向かいましたが、大雨で通行止めになっていたため県道に迂回したと見られますと、まあ、そこで何やらこうね、何かあったんですかね、はい、ワゴンがこう、ワゴン車がどうかなってしまったということですね。黒曽川のコンクリート護岸が削り取られてガードレールが欠けていてと、まあ、こういうような何が起こるかわからんですね、道路の状況もね、はい、番犬ポチコさんからもいただいておりますが、我が家はさなげ山の、麓で、桃と梨を作っている農家ですが、はい、昨日の台風で久しぶりにやられました。昨日の朝食の頃は大した風は吹いてなく楽観視してましたが、台風が上陸した頃からすごい風が点々点、そして暴風警報が出た時以上の風、でもこれ暴風警報は出ませんでした、ここは出てなかった、うん、だけど風はすっごい吹いてたと。で、風が止んで畑を見に行くと梨も桃も結構落ちました。収穫の終わっている桃の木も
枝が折れたり根元から倒れたり、落ちなかった桃や梨も気づきずになってしまいました。はあ、ため息ですよね。さあラジオを聞きながら頑張ろうと頑張る力も失せますね、ちょっとでもね、ラジオで元気つけられるといいんですけれども、せっかく秋の収穫、今までの努力がここで実るわけです、はい、ね、それがこんなんです。日本のこういう農産物って結構基準が厳しいですから、ね、落ちずに済みました、でも気づきずやないですか、こういったのは跳ねられますよね。いろいろこう選別したりなんかするときにね、はい、商品価値が一気に下がってしまうということで、はい、ため息しか出てこないぞというお便りです。肥満小高さんからいただいておりますが、昨日の台風には参りました。 JR も京阪もバスも高速も、国道も県道も全部アウトということで、この人はすっと JR も京阪もと書いてある地域ですから、あの大津の方ですよ、滋賀県はね、はい、もうとにかくね、陸の孤島という感じがありました。今回新幹線が立東新駅建設却下で代替輸送に使えず、ね、いろいろこう大変やったと。今回最大の台風の被害は滋賀県知事だったかも分かりませんという、ダム建設却下のせいだと言われたりとかですね、いろんなことをまあ言われた、それから名神高速線さんからもいただいて、この方も滋賀県の方ですよ。ね、横殴りの雨が雨田を叩きつける音を聞きながら寝ておりましてということでね、で、避難勧告が出ている手前、大っぴらに作業することができずと、本当はなんかいろいろ作業したいなと思うけども、はい、あの人何うちで残っとんねやと、いうようなこともあるから、まあちょっとこの大っぴらに作業することができず、最低限の用事だけをしながら天候の回復を待っておりました。仕事は楽にはなりませんでしたが、いつになるかわからない運行再開を待つ乗務員さんの気持ちが少しわかりましたという、まあこれ不安いっぱいのお便りをですね、はい、昼に工場が、稼働が再開となり、空模様も朝まで大荒れの天気が嘘のようにきれいに晴れました。工場にはタンクヤードに雨水がアホほど溜まっただけで被害はなかったんですがと、まあ、停電はしかしこっちの方でもありましたよということです。まあこれ滋賀県の話ね。それから山田木材よいしょさん、これは京都の方です。私の住む京都では今まで見たことのない光景の嵐山が再三報道されてましたが、とんでもないことになってました。私の家は幸いにして大丈夫でしたが、亀山市内も川が氾濫し、亀岡市内も川が氾濫し、亀岡とそれからさっきのその嵐山の辺は上流と下流の関係ですからね、はい、はい、上流の方に亀岡があるわけですもんね、はい、川が氾濫して街中までこれ水浸し、線路も全く見えませんでした。しかし一時は国道も高速も全て不通になっており、完全に陸の孤島状態、さっきの方もそんなこと書いてましたね。道路は直ったものの、鉄道は16日朝から夜、10時現在までもまだ全線不通ですと、この方はその頃書いていただいたんで、16日の、10時11時ちょっと前にいただいたお便りでしたから、はい、現在もまだ全線不通ですという昨日の段階、17日は仕事があるんですが、果たしてそれまでに復旧するかどうか、40数年生きてきてこんな水害感じたのは初めてですという、これもね、ハマグリ顧問の編集者さんも京都の中行の方ですけども、51年生まれて京都 に、はい、になりますが、嵐山の渡月橋が水に浸るまでのね、この桂川が増水するのを初めて見ました、私もそうでした。川沿いの旅館や土産物屋は浸水し、3連休でほぼ満室状態だった旅館からは宿泊客がボートで救出される事態となりました。また京都府北部の福知山でも由良川が氾濫しと、まあ、この間由良川はそこで花火大会でえらいことがあったばっかりや、はい、ね、まあ、あれは人災でしょうけれども、今回は今度は天災、ね、
由良川が氾濫し、多くの住宅が、家の1階が水没する事態となりましたという。ちなみに中行の我が家は物干しに置いてある植木鉢が倒れるだけの被害でしたということ。鴨襟さんもやっぱり京都の方ですからね。嵐山に行く市バスは途中までしか行けへんし、阪急も市場から桂に行けへんし、三条から大津まで京阪が普通だし、まあ JR は京都から木津には行けへんし、これさっきの話、うん、これが陸のこと、そういう表現でしょうね、はいはい、うん、市内がこんなに孤立するのは生まれて初めての経験でしたという。鴨川下流や大井川、桂川、ね、嵐山が水に浸かってしまう。あれどうですかね、まあ、私もあの時にもしあそこにおったんなら、はい、京都にいたら、はい、あの川のちょっとこっちの脇のところ、はい、あの吉兆がありますからね。私なんかもあの辺 ほとんどあそこで飯食ってますからね。だから吉兆の中に入って吉兆で、はい、ご飯食べられてるんですか。苦しい。あの界隈のどっかいうことですか。あそこ水が入ってきたらええなやろうかと、はい、まあ私は行ってなくてよかったなと思いますね、うん、あそこ行ってないし、まあ、行かないし、なんかあんまりね行かないから。そうですかね、はい、いやでもね、本当あんまり聞かないですもんね、うん、京都がこんな状況になったっていうのは。そういうことですよ、うん、吉兆多分ね水に浸かったという話も聞いたことないですしね、はい、桂川上流にあるダムが 377% にもなったと。 100% でいっぱいですよ。3倍超え。だから溢れて全部これ川に来たんでしょう、はい、そういう意味で、はい、ね、だからああいうことになったと、うん、見たことのない光景。もう京都の人も、私も長年生きてますが分かりませんという、はい、うん、そしてこちらの方もね、いろいろ、ね、うん、ハウスやら、そうですね、果物にも被害が出ているぞということであります、うん。